の暗闇からサメを覚ましてくれ、正義の使者ガイア。ゴーゴーマーズ渦巻く海を、ゴーゴーゴー氷の壁を突き破る時が来た。6つの違いが今1つの勇気になる。数奇な運命をたどりながらやっと巡り会えた双子の兄弟マーズとマーグ。しかしゆっくり語る間もなく、マーグは再び疑心性へ連れ戻されてしまった。そして皇帝ズールはマーグの命と引き換えに服従を迫る。だがタケルは宇宙の平和のため涙をこらえ戦った。ズールの卑劣な作戦はタケルの決意の前にくじけたのである。悲しき戦士マーグ。兄さん、無事でいるのか答えてくれマーグ。例の作戦はどうなっておるか。は、工作員6名すでに所定の位置にて待機中でございます。ああ、サグール、マーグの様子はどうだ。もはや観念したようです。早く殺せとわめき立てております。そうやつの思い通りにはさせんわ。元気そうだな、マーグ。俺をどうするつもりだ。早く処刑しろ。処刑はするとも。だがお前の思っている方法ではない。何？お前を改造する。お前は記憶を消され、わしのために戦う戦士となるのだ。改造が終わる頃、地球である作戦が始まる。何をする気だ。バトルキャンプに潜入する。マゾ。作戦の成功を祈るがよい。でないと次に戦うのはお前になる。待て、ズール。待て。うわあ！お目覚めになりましたか。君は？私はこの度隊長好きの副官となりました、ロゼです。隊長？俺のことか。そうです。本日付をもってあなたは疑心制の前線基地戦闘隊長に任命されました。ご気分はいかがですか。気分？どうしたんだ。俺は何も思い出せない。そのまま何も考えになりませんように。隊長は全ての過去を消し去ったのです。なぜ？何のために？未来に生きるために。え？これは？隊長が戦う相手、マーズのいる星、マーズの所属するコスモクラシア隊がいる地球です。俺の戦う相手。もうじき地球に潜入した工作員より映像が入ります。よくご覧ください。
六神ロボが隠されているところじゃないか。タケルはどこだ。それではお前が殺されているぞ。マーグを思う気持ちはわかるが、そんなことでは今攻撃されたらとても戦えんぞ。はい。タケル、六神ロボが攻撃されているわ。タケル、早く六神ロボが。気持ちの動揺で予知能力が衰えているのか。六神ども、反撃だ。六神ロボ、来い！六神ロボ、いっそこのままここに置いておけばいいのに。そりゃいいや。そうすりゃ俺たちもちったら楽になるぜ。隊長、どう思いますか？そうだな。よし、早速長官に話してみよう。決まり。さあ行きましょう。タケル、どうした？どこか違うような気が。何？心配するなよ。何も変わったところはないじゃないか。さあ行こう。気のせいか。六神ロボか。マーズを倒すにはあのロボットたちが合体する前を狙うしかありません。うん。そろそろ作戦の第二段階が始まります。行くぞ。六神ロボをここへ。疑心性の攻撃に素早く対応するためにもその方が。なるほど、いい考えかもしれんな。しかしだね、今まで地球がなんとか安定しているのは各地に六神ロボが配置されているからではないのかね。それはそうですね。どこにあろうとタケルさえ健在であれば。タケル、おかしいわよ。何か気になることでもあるの？タケル！どうも超能力者ってのはやることがよくわからないぜ。
ける。母さんと涙が疑心精神に連れ去られてしまった。俺の予知能力が鈍って気づくのが遅かったばっかりに、俺のせいで。静かにしろよ。長官、打てる手は全て打った。あとは待つしかない。私だ。うん、うん、うん、わかった。今、奴らから通信が入った。タケルへの呼び出しだ。夜明け前に西ヶ原に来いと。もし来ない場合は、二人の命はないとな。俺、行きます。あ、待って、タケル。はい、みんな聞け。いつでもタケルの援護ができるよう待機するんだ。はい、はい、やつがマースか。そうです、あれが我が義神聖の敵マーズです。涙、無事でいてくれ。おとなしくしろ、マーズ。二人がどうなってもいいのか。なに？母さんと涙をどこやった？合わせてやろう。助けようとしても無駄だ。我々の指令一つでこの二人は黒焦げになる。卑怯者！何とでも言え。さあどうする、マーズ。分かった、好きにしろ。二人を解放しろ、今すぐにだ。いいだろう、その前に。それを両手にはめてもらおうか。お前の超能力を封ずる力がある。
許せねえ。ダメだ、とても追いつけない。タケル、聞きたいことがある。マーグはどうしている？知らん。生きているのか、殺されたのか。我々には分からん。そうか。もうこの辺りなら影響はない。まず地球爆破をガイアへ命令しろ。たとえ拒否しても我々はこのままお前を疑心星へ連れて行くだけだ。さあどうする。まず水が欲しい。喉が渇いた。ふざけるなこいつ。この…うおっ、貴様、こんなもので俺をおとなしくしていると思ったのか。来い。おのれ、くわっ、うえっ、うっ、うっ、とりゃー、うわー、新ロボが飛び立っていく。タケル、
れが俺の敵。そうです、疑心性の威信をかけて戦い倒さねばならぬ相手です。直ちに前線基地へ出撃します。うん、マーグは変わった。タケルとの兄弟の絆を断ち切られ敵として対決しようとしている。タケルよ、新たな苦難に立ち向かえ。マーグから挑戦状が舞い込み戸惑うタケル。必要に攻撃するマーグにタケルは超能力を使いすぎ、ゴッドマーズが危機にさらされる。次回、六神合体ゴッドマーズ、六神合体が崩れる。お楽しみに。